釜とは沖縄県の沖縄本島南部に多く見られる自然洞窟のこと。沖縄本島には約2000の石灰岩で形成された小乳洞があり、それらは沖縄方言で釜と呼ばれる。現在沖縄本島における創生は仮想となっているが、今冬の報告にある通り明治時代までは風葬が行われていた。風葬は明治時代に 行政から禁止されたが、下島では1960年代まで行われていたことが確認されているまた風葬に近い、双方では1970年代まで宮古島で凍結葬が行われていた。風葬において遺体はまず崖や洞窟に置かれて自然の腐敗を待ち、3年後、5年後、7年後など適当な時期を見て仙骨して納骨する。日本本土では 白草令により、庶民の定まった墓地に葬る慣習が定着したのに、比して、琉球湖において、崖や洞窟は、古来、現世と後世の境界の世界とされ、聖域であると同時に忌むものとされてきた。祖霊を崇める一方で、死は、あくまで、穢れと捉えられているのである。太平洋戦争の末期に起こった、沖縄戦では、住民や日本兵の避難場所として、また、 野戦病院として利用された。読谷のちびちり釜しむく釜や、現在姫百合の塔が建っている、沖縄陸軍病院第三下科号跡、家塔の庭手や堂などがある。ありがとうございます。